いやー、ボトムセラビって難しいよなー。着こなしの中でも結構地味だから、ついつい手抜きをしがちだし、アウターとかトップスだったら上半身に来るから、まだお金かけたいって気分になるんだけど、ボトムスは地味だからなんかあんまりこう選ぶのが面白くないんだよなー。春のボトムスどうしようかなー。誰かわかりやすく教えてくれないかなーと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、結構ボトムス選びって難しいなと僕自身は実感してるんですね。まあこれもお伝えしましたが、結構上半身って目立つので気合い入れて買い物をしやすいかなと思うんですが、まあ、ボトムスになるとそんなに視界にも入らないし、まあ、ベーシックな黒1本あればなんとか回っちゃうので、そこまでテンション上げて買い物する方って多くはないかなと思うんですね。ただおしゃれな人に限ってボトムスってすごく重要だというお話ってよくされると思うんですね。まあ、ボトムスを基準にコーディネートを考える方もいるぐらいですね、ちょっとファッションが好きになってきたりだとか、レベルアップするとボトムス選びというのが非常に重要になってくるわけなんですね。でもそれはやっぱりかなりニッチな話であって、まあ、ある程度ですね、まあ、そこそこおしゃれに見えればいいという方であれば、まあ、ボトムスというのはなるべくシンプルに3本ぐらい持っておけば十分回ってしまうのかなと思うんですね。まあ、僕自身もこれまでいろんなボトムスを買ってきましたが、よく使うものってやっぱり限られてるんですね。何本も何本もあるわけじゃなくて、一週間を通して考えてみると、まあ、これがあって、で、ちょっと色を雰囲気変えてこれがあって、まあ、もう一本これがあったら十分かなっていうぐらいですね、三本に厳選することができるかなと思うんですね。ですので、今回の動画では、おしゃれ初級者から中級者のちょっと手前前の方にですね、おすすめできるような、春に適したボトムスを三本ご紹介していきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、春に適した大人向けのですね、ボトムスを3本皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちらになるかなと思います。デニムスラックスですね。これはですね、大人世代にはぜひ持っておいていただきたいアイテムの一つかなと思っています。まあ、デニムというのはですね、僕ら世代にとっては馴染み深いアイテムなんですが、やっぱりですね、カジュアルに見えすぎたりだとか、ちょっと場合によっては古臭く見える可能性があるんですね。ジャストサイズだとか、ちょっと細めのデニムというのは未だに履いてる方が多いんですが、なかなかですね、ちょっと旬な感じはしないかなと思うので、まあ、そのアイテムをちょっと現代的に大人っぽく使うのであれば、個人的にはこちらのようなデニムスラックスというのが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このようなボトムスというのは割と細身ではあるんですね。もも周りには適度にゆとりがありつつの、膝から下テーパードがかかっていて、少しずつ細くなるようなシルエットですね。まあ、いわゆるこのようなボトムスの形というのが大人世代には鉄板でスタイルがよく見えるんですね。そして通常のデニムにはないようなセンタープレスが効いているので、割とですね、綺麗めに見えるんですね。あとは色合いに関しましては、ダメージが強く入っているようなものではなくて、基本的には色がちょっと濃くて上品に見えるようなもの、こういったものを選んでいただければ、まあ、デニムなんだけども大人っぽく見えるということで、まあ、僕たち大人世代にとっては非常に使いやすいアイテムになってくるのかなと思います。で、このデニムスラックスの使い方なんですが、結構簡単で、上半身が明るい色の時にボトムスで引き締めるというのが、僕の動画の中でもよくお話している一つのテーマになってくるかなと思うんですね。それを考えると、例えばこちらのコーディネートのように白 T を着て、その上にですね、ベージュのカーディガンを着て、そしてデニムスラックスで引き締めるみたいな感じがすごくわかりやすいかなと思います。上半身にこのベージュだとかライトグレーのカーディガン、もしくはベージュのステンカラーコートなんかもそうなんですけども、ちょっと明るめのものを持ってきた時にボトムスって黒パン、これをですね、使うのがまずセオリーかなと思うんですね。黒パンってギュッと引き締めるのもいいんですが、黒パンほどは濃くはなく、ストイックさはなくて、少し親しみやすさもあるようなデニムスラックスを合わせてあげると程よいバランスでハマるので、これがすごくバランスがいいんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、黒パンはすでに持っていて濃い色の中でバリエーションを作りたいのであれば、ちょっと色の濃いですね、デニムスラックスを持っておくといいのかなと思います。まあ、僕の自分のブランドソウでもですね、デニム
ムスラックス展開してるんですが、まあ、もうちょっと買いやすいところで言うと、グローバルワークのアーバンデニムスラックスですね。これが2色展開なんですが、デニム88番のですね、ちょっとやや明るめのデニムの方が使いやすいかなと思うんですね。まあ、濃紺の89だとほとんど黒パンと違いが出てこないので、まあ、88の方を選んでもらった方がよりバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、靴に関しては個人的にはこのようなデニムスラックスにはあまり甲の高さのないような白系のレザースニーカーかもしくはブラックレザースニーカー、このあたりを合わせてもらうのが鉄板かなと思います。素材的にも少しカジュアル感があるので靴はなるべくシンプルな綺麗めするような白か黒のレザースニーカーだと収まりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のですね、春向けのボトムスなんですが、やっぱり春と言ったらこれは欠かせないかなと思います。まあ、僕自身の代名詞でもあるかなと思うんですが、白系のデニムですね。このあたりはやっぱり爽やかに見える春にはぴったりのアイテムかなと思います。とは言ってもですね、僕は気づけば年中白パンを押してるんですね。秋冬に関しても結構重ための色彩の中に白パンを使うとパッと明るくなるので、秋冬にも白パン便利ですよとお伝えしていますが、もちろん春夏にもですね欠かせないのがこの白デニムかなと思います。まあ、つまり一年中使いやすいのがこういったアイテムかなと思ってまして、僕はもう定番的な位置づけかなと思っています。で、ボトムスを選ぶときにすごく重要になってくるのが上半身とのバランスなんですね。上半身にどのような色を持ってくるのかでボトムスを僕はいつも決めてるんですね。例えば先ほどのように上半身に明るめのカラーを持ってくる場合ですね、ベージュですとかライトグレーだとか、そういったものを持ってくる場合には個人的にはブラックだとか、あとはインディゴブルーだとか、濃い色でギュッと引き締めるのがバランスがいいかなと思うんですね。一方で上半身に濃い色ですね、ブラックですとかネイビー、ダークグレーみたいなものを持ってきた時にボトムスどうするのかというと、これはですね、まあブラックみたいなものを持ってきてもいいんですが、そうすると季節感で言うと秋冬っぽくなるんですね。そうではなくてちょっと春夏っぽさを出したいのであれば、ここで使えるのが白パンなんですね。上半身の重たさを白パンでうまく中和してあげるのがなかなかバランスがいいかなと思うので、ぜひ白パンは1本持っておいていただきたいなと思います。まあ、僕の動画の中でもよくですね、ナイロン系のアウターみたいなものをですね、皆さんにご紹介してるかなと思うんですね。ノースフェイスのコンパクトジャケットだとか、ハイドレナウィンドジャケットだとか、このあたりですね。まあ、こういったものって基本的にはブラックが使いやすいので、まあ、それに対してボトムスをホワイトにするというようなスポーティーな着こなしを爽やかに振るときには白パンすごく活躍してくれるんですね。または結構上半身がベージュだとかオリーブだとか、ちょっとアースカラーっぽいものの時にも結構白パンって相性が良かったりするんですね。アースカラーって下手するとやぼったく見えがちなんですが、そういったものをクリーンに見せてくれる効果もあるので、このような使い方もできるんですね。意外とベージュのコートと白パンみたいな淡い感じの色の合わせも春らしくて結構相性が良かったりするので、これまた使えるので、意外とですね、白パンって万能なんですね。この白パンの使いやすさを僕はですね、この10年ぐらい散々お伝えしてきたんですが、ここ数年ですね、改めて白パンが再評価されてきてるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。具体的にお勧めしたいのが、やっぱり汚れが気になる方にはユニクロから入ってもらうのがいいかなと思ってまして、リラックスアンクルジーンズですね。こちら価格もですね、3990円ということで5000円未満で買うことができます。01のオフホワイトは僕も持っていますが、適度にゆとりがあってピタッとならないんですね。白パンもちょっとこうタイトな感じだとやや古臭い感じが出てしまうので、適度なゆとり感を持たせた方がキザっぽく見えないので、個人的にはバランスがいいかなと思います。これは本当に傑作だと思うので、ぜひ皆さんにも持っていただきたいなと思ってまして、まあ、もうちょっと予算感を上げて人との違いを出したいのであれば、こちらですね、グリーンレベルのシグネチャーデニムワイドノープリーツパンツですね。価格は9900円でちょっと上がるんですが、まあ、セレクトショップのオリジナルの中では比較的買いやすいような価格帯になってるかなと思います。こちらもユニクロと同じようにちょっとゆとりがあります。まあ、もうちょっとトレンド感はユニクロよりも強まるので、少しゆとりもそれに伴って出るんですけども、このあたりもファッション好きな方にはすごくハマりがいいんじゃないのかなと思うので、まあ、ぜひおすすめしたいものかなと思っています。まあ、個人的には白パンってデニム生地だと結構使いやすいなと思ってまして、汚れやすかったりするので、まあ、汚れが気になってきたらもう洗濯機でガンガン回せるんですね。通常のブルーデニムだと色落ち気になったりするので、かえって洗濯しづらかったりするんですが、白パンだったらそのあたりは全く気にならないので、かえって使い勝手いいなと思うぐらいなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、白パンの魅力をですね、この春に改めて感じていただければなと思っています。
はい、続いてラスト3本目の春に適したボトムスなんですが、皆さんもご存知の通り、あのボトムスと思いきや、今回はですね、ちょっと違った方向でいきたいなと思っています。僕が今回推したいのはこちらですね。グレー系のパンツになります。これもですね、地味なんだけども、結構使いやすいアイテムなんですね。僕はグレー系のパンツ大好きで、結構いろんなバリエーションを持っているんですが、まあその中でも今季ですね、実際に買ってすごく良かったなと思ったのが、こちらなんですね。グリーンレベルのテックカルゼプレイパンツですね。こちらのカラーはミディアムグレーですね。これピンポイントでちょっとおすすめしたいカラーかなと思っています。まあ、先ほどもお伝えした通りグレーって地味なんですよね。で、失敗するとおじさんっぽく見えるし、ブラックと比べるとどう使っていいのかわからないなと思う方も少なくないかなと思います。ただですね、結構万能で使いやすいんですね。例えば上半身がブラック系のアウターだとしても、グレーのパンツを合わせておけばモノトーンでしっかりと収まりが効くんですね。あとは僕が着てるようなインディゴブルーのですね、アウターですね。これはデニムのカバーオールですとか、あとはGジャンですとか、まさにこのあたりともグレーって相性がいいのでバチッとハマるんですね。それだけではなくて、ベージュだとかオリーブのアイテムなんかにもハマるので意外と万能なんですね。まあその中でもまさにこうミディアムグレーと呼ばれるような、明るくもなくて濃くもないですね、中間的なグレーというのが意外と使いやすくて、これ一本持っておくとかなりいろんな着こなしに適用ができるかなと思っています。で、このプレイパンツというのはかなり使い勝手が良くて、まず腰回りがイージー仕様になっていて、サクッと履きやすいのと、シルエットも少しゆとりがあって、今っぽさというところが簡単に出せるというところなんですね。これ結構大人世代には似合いやすいシルエットだなと思ってまして、ワイドすぎないんですよ。だから履きやすいですし、いわゆるテーパードの効いたパンツに比べると、今っぽさも程よく漂うので、これはですね、一本持っておいて、まず間違いのないボトムスになってくるかなと思います。まあ、白系のスニーカーとかも合いますし、裾幅も決して狭すぎることがないので、ニューバランスのスニーカーとかちょっとポッテリとしたスニーカーに合わせることもできたりするので、これはねかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。ぜひ皆さんのお手持ちのベージュのステンカラーコートであったりだとか、デニム系のアイテムですね、今季はデニムのカバーオール、ユニクロですとか無印良品ですとか、あとは僕のブランドでも作ってるんですけども、そういったものをよくお勧めしていますが、結構グレーパンツとの相性がいいので、ぜひ試していただきたいなと思います。そして念のためにですね、もう殿堂入りしているブラックのパンツも一応一本だけご紹介したいなと思います。このあたりも鉄板なので、すでにお持ちの方も多いかなと思います。特にグリーンレベルのオルマイージーパンツはちょっとご利用しすぎたので、もう持ってる方も多いかなと思うので、今回ご紹介したのはこちらですね。417エディフィスのリフラックススラブワンタックイージーパンツですね。これは先日417エディフィスさんにお邪魔した際に僕もですね手に取って試着をしてみたので、その使い勝手の良さだとか、あとは全体のバランスですね、ここも含めてすごい良かったなっていうのを実感してるんですね。まずは腰回りはタックが入っていて、少しですねクラシカルな見え方になってるんですね。まあ、最近のちょっとこうおしゃれなボトムスってこのようなタック入りのものが結構多かったりするんですが、そのあたりは抑えています。そして膝から下に関しては少しだけテーパードをかけているので、太すぎないようなバランスになってるんですね。このあたりが417らしくていいなと思います。トレンド感を抑えてあるんだけども、やりすぎ感がなくて使いやすいというところですね。で、ちょっと麻のようなドライなタッチ感なので、これから春から夏にかけてすごく使い勝手もいいようなボトムスになってるんですね。まあボトムス専門ブランドにはこういったタック系のパンツが多かったりするんですが、その雰囲気をしっかりと抑えつつ、価格帯も9900円ということでちゃんと1万円以内に抑えてあるというところ、そこも含めてこれはかなり完成度が高いかなと思うので、もしブラックのパンツでちょっといいもの欲しいなという時には、こちらの417エディフィスのボトムスが非常に使いやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の春のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、正直ですね、どのボトムスに関してもエッジが立ってるものではないんですね。まず1本目がデニムスラックスですね。インディゴブルーで濃い色ではあるんだけども、程よく柔らかみが出るような色合いのボトムスですね。これがあって、白デニムで爽やかさを出して、そしてグレーのボトムスですね。単品で見るとそんなにおしゃれには見えないんだけども、あらゆる着こなしにちゃんとハマるというところで万能なボトムスですね。まあ、それに加えてもう鉄板なのが黒パンですね。結局3本だけでいいと言いながら4本お伝えしているわけなんですが、まあ、黒パンはまあどちらかというと殿堂入りしているようなベースとなる1本なので、まあ、このあたり押さえておけばまず間違いがないかなと思います。
まあ、今回春バージョンとしてお届けしていますが、これらのボトムスって正直ですね、季節関係なく全部使うことができるんですね。まあ、季節ごとに店頭に並んでる商品の厚みとかが変わってきたりするので、まあ、春向けのものを今回はご紹介していますが、まあ、どれもボトムスの中ではすごく定番的で使いやすいものなので、まあ、ぜひ持っていないものがあればですね、皆さんもトライをしてみていただければなと思っています。シルエットなんかも僕はですね、2パターンぐらいあっていいのかなと思うんですね。テーパードがかかった足を綺麗に見せるような大人向けのボトムスですね。このあたりはデニムスラックスなんかで作ってもらうといいと思いますし、あとは適度にゆとりを持たせるようなボトムスですね。グレーのパンツだとか、あとは白パンですね。このあたりもやっぱり持っておくとすごく便利なんですね。正統派も持っておきつつ、トレンド感も適度に抑えるというところで、まあ様々な着こなしが実現しやすいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら春のボトムス選びを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルで詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日お届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。ちなみに今回ボトムス3本ご紹介しましたが、この中で僕が一番よく使うのは白パンです。以上、スタイリストの山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。